こんにちは、シャンシャンです。今回は、速攻上達講座。孔子廟堂碑、演習一、地の書き方です。柔らかな印象のある、この法上。しかし細部を見ると、かなり強い線です。このうちに秘めた強さを表現しましょう。起筆に注目してください。左から回して下、上から押し付けるように起筆。筆を戻すようにして、突っ込みます。右払いも突っ込んで、穂の反動を使うようにして右下へ、軽く止まって右に移動しながら、穂を抜き取ります。次回は点の書き方です。チャンネル登録、この動画にいいねをお願いします。ありがとうございました。またの動画で。